皆様お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回はイスラム女性が日本で受けた驚きのカルチャーショック、日本人がイスラム人と生活して驚いたことについて取り上げていきたいと思います。ためになったと思った人はチャンネル登録していただけると幸せです。アメリカに住むイスラム教徒のウマヤさんが家族で日本へ遊びに行った時のことです。彼女は日本の生活様式や文化に多大な衝撃を受けました。ウマヤさんが驚いた点は次のようなものでした。 1. いつでもどこでもお辞儀する。日本の人はみんな頭を下げます。飛行機の乗務員もタクシーに乗った時も全ての接客サービスで頭を下げられました。本当に素晴らしいことです。世界中どこを見てもそんな国はありません。それが日本のマナーだと知ってからは、アメリカに帰国してから私もお辞儀文化を真似していました。2. 日本人は小食。欧米人に比べてアジア人はあまりご飯を食べません。私たち夫婦は海鮮類、寿司などを食べませんし、アジア人の中でも小食だと思っていました。しかし日本の洋食レストランはとても量が少なく、お腹を満たすのにたくさん頼んでしまいました。 3. 規律がある。日本には見えないルールがあります。私たちは注意されて初めて知りましたが、日本のエスカレーターでは左側に立たなくてはなりません。右はエスカレーターを歩いて登る人のために開けているのです。 4. 日本人はお行儀がいい。日本人は私が見てきた中で一番マナーがありました。例えばニューヨークで電車に乗るときにはドアが開いたらすぐに入るけど、日本人は降りる人を待ってから乗ります。5. 食べ歩きしない。日本人はみんな綺麗好きで、歩きながら食べたり飲んだりせず購入した店の前で食べています。これには本当に驚きました。そんなことアメリカでは絶対にないからです。 6. みんなおとなしい。日本の電車はとても静かで不思議でした。海外だったら道端で叫んだり音楽を流したり、レストランや街だってところ構わずうるさいけれど、日本はそうじゃありませんでした。物売りもいません。 7. トイレがすごい。日本ではトイレにたくさんの機能があることは有名ですが、英語がなかったので使い方がわかりませんでした。和式トイレを空港で初めて知り驚きました。こんなトイレは一生使えないと思ったほどです。滞在中1週間もトイレが使えなかったらと不安でしたが、ちゃんと洋式トイレもありました。 8. 治安が良い。日本は世界中で一番治安が良いと思います。日本人はみんな礼儀正しいし、犯罪なんてほぼ起こらないでしょう。相手のことを考えて礼節を持ち対応してくれます。来る前はヒジャブ、イスラム教徒の装束を着ているから差別されるかもと思っていたけど、奇遇でした。他のどの国よりも居心地が良かったのです。 9. みんな英語を話せない。世界的な観光地として有名だから英語に堪能なのかと思っていたけど、そうじゃありませんでした。タクシーの運転手さんも英語を使えないから大変でした。例えば道を聞くときもみんな英語をあまり使わないんですよ。若い人は話せるみたいだけど出るて言葉少なでした。行き先についてはきちんと教えてくれました。 10. 子供が一人で歩ける。何より驚きました。まだ小さな5歳ほどの子供が一人で電車に乗ったり通学しているのは
海外ではありえないことです。後で知りましたが、日本は安全なので、子供は一人でどこへでも行けます。人でいっぱいの渋谷の交差点にも、ランドセル姿の子供たちがいます。大人が付き添わなくてもいいなんて、どれだけ治安の良い国なのでしょう。エスカレーターはマナーが変わりつつあります。現在も、首都圏の鉄道などでは、エスカレーターでは、右側を開けて乗ることが常識になっていますが、片側開けをやめましょうというルールに変わりつつあります。エスカレーターでは歩かないでください。お急ぎの場合は階段をご利用ください。左右2列でご利用くださいなどといった掲示物が貼られているのを見かけることもあります。麻痺などの障害のある方が、エスカレーターで左端に寄っていて、急に猛スピードで右側から人が来たら危ないなど、事故になる可能性は大いにあるので、改善していくべき点であると言えますね。この投稿に対して、海外から様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介したいと思います。なんて、素敵で快適な体験。その親切さだけで行ってみたくなる。日本に行けたなんて、とても羨ましい。違う文化の国に行くのは最高ですよね。子供が一人で歩いているなんて、信じられない。アメリカでは、絶対にないことだから。日本だって、ブルカやニカブ姿の人は敬遠するでしょう。ドイツでも子供は同じ。小学生が一人で買い物したり、道を歩いてるのを見かけます。子供たちの話は面白いですね。実際に見たら、とても不思議だと思います。子供たちが一人で移動できるなんて、どれだけ安全なのかしら。本当に素晴らしいです。信じられないくらい。いつか日本へ行くのが夢です。ジャパニーズカルチャーが大好きです。素晴らしい体験をされたと思います。イギリスでも同じです。エスカレーターも電車も、みんなが降りるまで乗りません。そうしないと押しつぶされちゃう。でも日本はすごそう。日本にいいイメージを持ってくれている人が多いのは、とても嬉しいことですね。次に、経験がある人は少ないかもしれませんが、日本人がムスリムの人と一緒に生活すると、どのようなことに驚くのでしょうか？簡単にまとめましたので、紹介していきたいと思います。朝が早すぎる。イスラム教の人は、1日5回必ず祈らなければなりません。現代人が経典コーランをきっちり守るのは難しいので、昼間は心の中で祈ったり、家に帰ってから丁寧に祈るそうですが、朝方の祈りはほとんどの人が早くに起きて行っています。外食の時に困る。ムスリムの友達と旅行へ行くと外食に困ります。ムスリムは経典で食べられる食材が制限されているからです。マレーシアやインドネシアはイスラム教徒が多いため、彼ら向けのハラルレストランもたくさんあるので問題ないですが、ハラルレストランがほとんどない国もあるので、旅行に行った時にはお店を探すのに苦労することがよくあるそうです。服を着たまま泳ぐ。夫以外の男性に肌を見せてはいけないのがムスリム女性。マレーシアのデパートではムスリム用の全身カバー水着も売られているそうです。彼女たちは水着を持ち合わせていない場合、海でも川でも服を着たまま泳ぎます。区切り。他にもイスラム圏の人たちは我々日本人にとっては信じられないことがたくさんあります。例えば、イスラム教徒が不浄な存在として豚を食べないことは有名でありますが、犬も不浄な存在と位置づけられています。イスラム教徒の多くは犬に触ることもしないそうです。犬はダメなのに、
猫好きの人がすごく多いのが不思議なところでもあります。日本では考えられないイスラム教徒の考えは他にもあるので、また機会があれば紹介したいと思います。いかがだったでしょうか？よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。